2022年をどのように過ごしておくかは、大きなものになるか小さなものになるのか重要な時期だったりするんですね。運が覚醒する金融上昇チャンネルの高尾です。金融年間7番目突破記念書店購入キャンペーンをやっております。購入したレシートでご応募いただくと財運が上がるご符をプレゼントします。詳しくは概要欄をチェックしてみてくださいね。今年も残すところあと1ヶ月となりました。そろそろ来年の運気も気になっていませんか？年末に向けての時期は、来年がどんな1年になるのか前兆が出てきたり、今年中にやっておくことで来年の運気が全く変わったものになったりと、実は重要な時期だったりするんですね。知って準備することで2023年の運気を爆発的に加速することができますので、今日は2022年中にやっておきたいことをお話したいと思います。まずはじめに、龍神様のつながり、場を清める、ティン社の音から始めていきましょう。それでは早速、行ってみましょう。まず、2023年の流れを見ていくと、2020年頃から始めたことや何か大きな変化をしたことに一つの結末を迎える年になります。それは何か始めたことがついに形になる、夢が叶うなど現実化していくことや、ギフトとして大きな実りを迎える年になるんですね。そんな流れの中で2022年は実りに向けて一段ギアを上げる年、願いが叶うための変化を迎える年にあたります。ですので2022年をどのように過ごしておくかは、来年の実りが大きなものになるか小さなものになるのか、実りを迎えるのか迎えないのかに影響する重要な年になります。そして少し変則的にはなるんですが、2024年ももう一年実りの年が続きます。24年の実りの方が大きくなる星が巡るので、そういった意味でも2022年は実りに向けた路線へと変化上昇することが運の流れに乗り開けるポイントとなります。ではでは、どんなことをしておくと運気が爆発的に加速するかなんですが、一つ目は情報になります。先見の明と言いますが、大きな変化の時には先を見据えてこれから来るものをいち早くキャッチをしている人がチャンスを掴んでいきます。 YouTube で例えると、まだやっている人が全然いなかった頃はすごく伸びやすい時代でしたが、今はやっている人が多くて、編集もサムネも凝っていても同じように周りも凝っていて、芸能人がライバルのような激戦になっています。今から始める人と数年前に始めている人ではハードルの高さが全然違います。次に、流行るものやどんな時代になるかなど先読みすることができると、簡単なうちに参入ができたりチャンスをつかむことができますから、スイスイと波に乗ることができます。とは言っても、そんな時代の先読みなんてしたことないし難しそう、そんな風に感じたりもしますよね。まずは身近なところの新しいものや流行ってることに目を向けることで、だんだんと感覚が鋭くなっていきます。2022年は情報がたくさん集まる年なので、アンテナを立てておくと、アンテナに合った情報がどんどんやってきます。これから流行ることや時代がどうなっていくなど、アンテナを立てていると、だんだんとそういった情報が目につくようになり、キャッチするようになっていきます。そして流行っているものや時代の流れを見るのにとってもいい場所はあるんです。それが本屋さんです。というわけで、一つ目のアクションは本屋さんに行ってみるです。本屋さんを見てみると、今流行っていることに関する本などたくさん置いてあったり、人気ランキングが入っていますし、今悩んでいることや興味があることに関する本が並んでいます。ですので本屋さんに行くと結構わかるので、見渡しながら今これが流行っているのかなんて感じ取ると、そのうち次はこれが来るのかなって感じるようになっています。二つ目のアクションはカレンダーを買うです。来年のカレンダーを準備することは、2023年に向けていい年にしようと意識がある表れになります。大切な予定を忘れないよう書いておこう
すぐに日付が分かるようにしておこう、そういったより良くしようという気持ちが行動として出ていることなので、前向きな気持ちやスムーズに過ごせるように準備する気持ちが形になったものになるんですね。2023年をいい年にするという気がそこにはこもります。いい気を発する開運アイテムになるんですね。ですのでカレンダーを準備することも2023年をいい年にするアクションなんです。三つ目は手帳を買うです。2023年は手をかけることや手を使うことでチャンスが巡り流れが良くなるんですね。手を使い、手という文字が入っている手帳は開運アイテムそのものです。今はスマホやパソコンで管理している方もいらっしゃると思いますが、手書きでできる手帳の方が開運度は高くなります。さらにカラーペンやシール、スタンプなどでデコレーションをしたり予定を書き込んだりと、自分自身がワクワクウキウキと使えるように手をかけてカスタマイズするとより開運効果が高まります。今は手帳の種類もたくさんあるので探すのも楽しいですよね。ワクワクする手帳を買ってさらに自分好みにカスタマイズをする、ワクワクの夢や予定を書き込むと波動の高い開運アイテムになり、新年を迎える前から楽しめますからすごくいいですね。男性の方でシールを貼って可愛くはちょっとという場合は、手帳周りのペンやカバーなど小物で楽しむことがおすすめです。4つ目、年賀状を書くです。これも手をかけることでチャンスが巡るアクションです。今は LINE やメールなので簡単に可愛く送れるようになりましたし、返事でも会話が楽しめたりして、それがつながり感があっていいんですが、わざわざ年賀状を準備し一手間かけて送ることは2023年の運気をすごく高めてくれるんですね。お金も時間もかけて手間もかけて送られた年賀状ってやっぱり届くと嬉しいものですし、印象にも残りますよね。自分のことを思い出してくれてメッセージも書いてくれたんだなって感じますから、相手のことを大切にする究極のギフトです。思いやりや感謝が循環する最高の金アップアクションなんですね。またそんなつもりじゃなくても送られてきた年賀状から仕事につながることもありますから、それだけ人の心を動かし印象に残るアクションです。しかも今年は2023年の開運にも関係していますから、とてもおすすめです。今は来年に向けてとても大事な時期ですので、いいなと感じるアクションがあったらぜひ試してみてくださいね。今日の動画がいいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。最後に邪気を払い波動を上げる鈴の音でお別れしましょう。それでは明日の動画でお会いしましょう。